ゼノブレイド2第4話天の聖杯。うわ、昔の話か。これを光がやったってこと？うわ、ちょっと待って、半端ない。今の人たちはインビディアでもスペルビアでもなさそうだね。お、光、光が乗ってる。あのロボットフェイスと似てるよね、めちゃくちゃ。なんなんだろう、なんかめっちゃフェイスみたいだもんな。魂は死せず、またさまようこともなく受け継がれるのみ。いやー、バンダムさん、幸いなるかな。命の結束、世はすべて林間の断りの中に。ここにお墓を作られたのか。どうしてここにお墓作るも、おっちゃん村に返してあげないのかも。そうだね、命を落とした場所に埋めてやるのが傭兵の魂の弔い方なんじゃ。そうなんだ、バンダム。うわー、マジで辛すぎるな、これは。ごめんなさい、バンダムさん。私が、あんな奴らの話を聞いたばっかりに。いやごめんなさい。イオンのせいじゃない。ごめんなさい。イオンのせいじゃないよ。君が悪いんじゃない。いずれあいつらは俺たちの前に現れたと思う。うん、イオンはおじいちゃん助けたかっただけだから。バンダムさんに命を救われたんだ。そうだね、今はありがとうって送ってあげよう。かっこいいやんけ、レックス。ああ、バンダムさん、俺戦うよ。俺の戦を、うん、ホムラと一緒に。何かを守るための戦いをやっていくんだ。ホムラ、もういいの？ええ、そうか。一生起きないんじゃないかって心配してたんだ。ところでホムラ、昨日のことなんだけど、光って言ったっけ？ああ、なんで急にあんな風になったの？そうだね、あれが元の姿みたいだったもんね。それは私も知りたい。あの力普通じゃなかったよ。あれが天の聖杯の本当の力。あんたの身に一体何が起きたのかちゃんと説明してよ。トラも知りたいもん。ホムラちゃんすんごく強かったもん。なんでもなんでも。かわいい花。予算かお前たち。あれはつまり。そんなに説明しにくいことなのか。切り替われるようになったの、普通に。ホムラ、どうして、どうして私を起こしたの？起きたくなかったのに、出てきたくなかったのに。レックスが起こしたんだ。この力を使いたくなかったから、あの子に代わってもらっていたのに。なんで起こしたの？起こすって君がもっとしっかりしてれば起きずに済んだの。この力を使わずに済んだの。バンダムって人に言われてたんでしょ、力を効率よく使えって。今は逃げろって。無理して無茶して、でこれってもう最悪じゃない。
いや厳しい。なんであの時。分かってるよそんなこと。分かってたよ。あのままじゃダメだって。レックス。それでも俺、あいつらに君を渡したくなかった。君を守りたかったんだ。やだ。とにかく疑問があったらあの子に聞いて。以上、あとよろしく。悪い子ではなさそうだね。いや切り替わりがすごい。ずるい。かわいい。ごめんなさい。皆さん、お騒がせしました。真反対の性格なのいいね、ここね。私とメツは天の聖杯。え？この世界を消し去ることができるほどの力を与えられて生まれたブレイドでした。メツもブレイドなの？メツも天の聖杯なの？そうなんだ。二人いるんだ天の聖杯って。ある時、一人の男が神に会うために世界樹を登って楽園を目指しました。何者なんだろうね。でも楽園へとたどり着いた男は神には会えませんでした。一人だけいるって言ってたもんね、楽園に行った男が。男は神の御座にたどり着いた証としてコアクリスタルだった私とメツを持ち帰りました。そうなんだ。そしてアルストに戻った男は盗んできたんだ。メツを目覚めさせたんです。おお、適性があったんだね。何のために目覚めさせたのかはわからない。欲のためか力のためか。ちょっと悪そうな顔してるもんな。それとも目覚めたメツは天の聖杯として与えられた力を、世界を消し去る力を振るいました。あー、やっぱ天の聖杯は力を消し去るための存在なんだ。純粋にそれが当然のこととして。あー、私はそんなメツを倒すため一人のドライバーの求めに応じて目覚めました。メツとの戦いのためだったんだ。私とメツは戦った。うわ、激戦の末私はメツを倒すことができたけれど、あのロボットは一体。その戦いで三つのアルスが沈んでしまった。なるほどな。それで恐れられてるんだ。戦いの後、私はこの力が二度と目覚めることがないよう封印し、この姿、この人格となって眠りにつきました。なるほどね、封印したんだ。でもメツが目覚めちゃったんだよな、先に。多分500年前の出来事です。一体なんでメツは目覚めたんだろうな。光を目覚めさせたのは五王国イーラの英雄アデル。アデル、アデルは世界を守るため光のドライバーとして戦った。でもイーラって悪いやつとして語り継がれてない。今わしらアルスの戦いに加わった。お、人と共に生きる、それがわしらアルスの定めじゃからの。イーラは世界を救うために戦ったんだな、もともとは。アデルは眠りについたホムラを一隻の船に隠し、誰の手も届かぬ雲海の底深くに沈めたんじゃ。だからでかい船をサルベージした時に、俺が見つけたのか。中に入ってたんだね。そして俺とホムラは、私たちの出会いは運命だったと思います。でなければ光ちゃんは目覚めなかった。あ、光ちゃんって呼んでるの？友達だね完全に。あの場所、夢の中の楽園で、私と光ちゃんはいつも話をしていました。いつか私たちが目覚める時が来たら、その時は楽園に帰ろうって。連れ去られてきたんだもんね、言ったら。私たちの本当の目的を果たそうって。何なんだろう本当の目的。再びメツを倒すっていうこと。おー、メツを倒すことがやっぱり本当の目的なんだ。でも楽園から連れ去られなければメツも光も
世界を滅ぼしたりすることはなかったと思うんだよな。だから最後は楽園に返してあげるのがいいんだろうね。さっきはごめんなさい。ひかりちゃん、あんなことを言って。だから楽園に帰りたいっていうのは、そういう願いでもあるんだろうな。守りたい一心で出てきちゃったんです。自分に施した封印を解いて、天の聖杯としての力も使って。眠ってるって言っても、意識は共有できてるんだろうからね、ホムラと。天の聖杯の余剰エネルギーだったんです。あの強さで余剰エネルギーってすごいな。俺が力不足だったのがいけないんだ。ああ。それより、本当のこと話してくれて嬉しいよ。そうだね。そしてありがとう。みんなを守ってくれて。守った?私が?守ったよ。ホムラの力はすごいよ。伝説は本当だったんだなって思った。あのままじゃ全員死んでたからね。私。ホムラってさ、よく謝るよね。うん。それってさ、光の聖杯の力を気にしてるからだろ。俺さ、ホムラがそんな風に謝らなくてもいいように、悲しい顔しなくてもいいようになりたい。うん。うん。必ずなるよ。もっと強くなってね。この人と一緒なら自分は大丈夫だって。力はそう思える男になろう。心の形。バンダムさんはそう言った。ホムラの力は、みんなを守る力だ。守られた人たちは、みんな笑顔になる。そうだな。ホムラやみんなが、いっつも笑顔でいられるようなドライバーに、俺はなる。いや、かっこいいやんけ。女を泣かせる奴は最低の男だ。ああ。女を笑わせる奴は最高の男だ。名言、じっちゃん。サルベージャーの合言葉、その3。ってね。サルベージャーの言い伝えなんだ。兄貴、花の修理、ちょっと手伝ってほしいもん。レックスなら、間違いなく、今行くよ。そういう最高の男になれる。今日の晩飯何？ミートボール入りポトフとかどうです？めっちゃいいやん。おお、そいつは楽しみ。急に少年になったな、レックス。男だったのに。このギャップがまたたまらんのじゃろうな。レックスという子じゃ。悲しみを笑顔に変えて、明日への力とする。うん。似とるじゃろう、アデルに。似てるんだ。ああ、ホムラ。もう誰も悲しませないために、守るために戦っていこう。レックスは何者なんだろうな。何かレックスにも秘密がありそうだよね。これは？それを持ってアーケディアへ行け。アーケディアって。その探検の持ち主が楽園への道を開いてくれるだろう。鳳凰長だよね。これ、ブレイドの武器だよね。持ち主って誰なの？わしのドライバーだった男だ。ああ。ドライバーって、まさか。おじいちゃんもブレイドなんだ。コールはブレイドじゃ。聖杯対戦を共に戦った。な。本当の名をミノチという。なるほどな。ブレイドなのにおじいさんみたいだもん。なんでも？騎兵のもの、マンイーターだからな、わしは。マンイーター、人を喰らうものってことか。マンイーター？人の細胞と融合を果たしたブレイドのことだ。あ、半分半分なんだ。大戦よりずっと以前、人とブレイドのさらなる可能性を模索した者たちがいた。ああ。わしはそんな者たちの手によって作り出されたブレイドの慣れの果てだ。そうなのか。昔の人はどうしてそんなことをしたの？人間と融合したブレイドはより得意な能力を身につける可能性があったからだと聞く。あ、だが成功例はわずか、ほとんどが失敗したようだ。わしもその一人。失敗なの？わしはその代償として無限の寿命を失った。なるほどね。もうあまり長くはないだろう。実験、人体実験が繰り返されてきたんだ。それがついえる前に
お前の行く末を見てみたい。その探検は同票だ。ああ。歩いてくれるか。道しるべになるんだ。ああ、もちろん。俺からも一つお願いがあるんだけど。なんだ。今度はさ、バンダムさんの物語書いてくれないかな。うわぁ、バンダムの劇場で、そして劇団の人たちに演じてほしいんだ。トワに語り継がれていく。楽園を見つけたら報告に戻るからさ、その時に見せてよ。素敵なアイデアだ。それがわしの責務かもしれんな。いいだろう、約束しよう。その代わり必ず戻ってこいよ。いや、死ぬわけには。約束するよ。行かなくなったね。劇場で語り継がれる限り、バンダムさんは人々の記憶に残って死ぬことは永遠にないんだ。いや、男だなレックス。いいわ。これがアーケディアかな。アーケディアってあれだな、楽園に行った男が熱を目覚めさせた場所だね。多分これ過去回想に出てきた。そうだね、あれだって世界中だもんな。なんだこの肌血色の悪い、めちゃくちゃねえゾンビみたいな肌の色してるけど。この人がかつて世界中に行った人なのかな。でも500年前のことって言ってたもんな。人間じゃないんだ多分。もうブレイドと融合したみたいな話があったけど、そのうちの一人かもしれないね、もしかしたら。さて、アーケディア行くにはレックス。お、おお、傭兵団のズオさん。気にするな、お前はお前の旅を続ければいい。いやーと言いたいところなんだが、悪いがフレースベルグに戻ってユウに会ってくれないか。もう一人の傭兵団員だね。おやすさんから託されたことがあるんだよ。バンダムさんから。詳しい話はフレースベルグに戻ってからだ。必ず来てくれよ。まあ行くか、それなら。メインストーリークエスト、バンダムの意思。なんかバンダムさんからことづてみたいなのが託されてんのかな、レックス宛に。ブレイドエンゲージマックス2から3。ちょっと待って、ってことは、あ、うわ、やっぱり俺がいないとね。うわ、3体エンゲージできるようになった。ランマルクーホムラ、これで雷、風、炎、無敵だ。うわ、いいな。それだったらあれだな、ニアにちょっともう一体ブレイドエンゲージしてあげてもいいかもしれないな。レアコアクリスタルでいっちゃう、どうせなら。ちょっと試してみるか。オートセーブされる。まあ別にいいよ、全然。じゃあ通常モードでいこうか。さあ、ニアの3体目のブレイドだ。どんなブレイドが生まれる。レアコアクリスタル使うの初めてだからな。ほう、お、おお、お、獣だ。おお、リング使ってる。え、これ白虎とほぼ一緒じゃない。背中は僕に任せてくださいっす。いや、めっちゃ可愛いキャラだった、総竜。なるほどね、回復役なんだ。それだとちょっと白虎と被っちゃうな。あ、闇属性じゃん。ちょっと待って、嬉しい。闇属性はさすがに嬉しいぞ。ちなみに、あ、スザクがいる。ほう、あ、光ももういるんだ。君が頑張るとこ見ててあげる。あ、見ててください。ちょっと待って。あ、ソーリーはさすがにここには乗らないのか。じゃ、とりあえず3体目。よし、張り切らせていただきます。ははは、こいつなんでこんな三下気質なんだよ、こいつ。好きだな。でも闇、炎、水だしね、これも悪くないんじゃない。おう、よし、戦闘目標をすべて達成した。やったー、おめでとう。武器術入門書。とりあえずちょっと神明はもう絆リングコンプリートしたから、で、炎属性でちょっと被ってるから、ちょっと神明は一回外すために、ちょっとブレイド道場で。ニアちょっともう一回コモンレアクエスル使おうか。ちょっと属性をばらけさせたい気持ちがやっぱりあるしな。
もうシンプルモードでいいか。どんなんなんだろう、シンプルモードは。うわ、ちょっとシンプルすぎ。しかもまたお前かよっていう。なんかせめて属性が違うやつで持ってない、雪属性とか、それだと嬉しいんだけどな。おおー、目型初めてだね。目型はハンマー持ってるな。おお、かっこいい。何属性？私があなたを守ってあげる。おお、アトリ、風属性か。まあちょっと一回いいか、一回ちょっとこの子らをまた育てるか。それならしょうがねえな。なんかレアブレイドっていうのが出るって聞いたんだけど、さすがに出ないね、あんまり。よし、ここでビャッコ、アトリ、ソウリュ、まずここを育てるか。はい、ここのさらに上、あそこかな、あそこになんかこの国の女王がいるんだって。なんか六大貴族っていうのがいるらしい、インビディアの。それらもいつか戦争が始まったあたりでストーリーに絡んできそうだね。お、なんかクエスト言ってるやついんな、ピロロ先生。遅いですもん。どうしたの？あなたガストゥーレ先生に会いませんでしたかも。いや、そうですか。もうフレースベルグ傭兵団にお仕事依頼するって出て行ったのですが、待っても待っても帰ってこないんですもん。ホンスワイムに来たフレースベルグ傭兵団の人に聞いても知らないと言われましたもん。ガストゥーレ先生、ピロロどうすればいいもん。探してきてあげるか。アルスの研究者、とりあえずガストゥーレ先生っていうのを探せばいいんだね。じゃあとりあえずなんか受注できるクエストがまた4話になって増えてそうだから、全部受注してからフレスベルグに戻ろうか。あ、こいつあの子供の順番割り込んだやつだ。あの時は俺が静岡をうまく使いこなせてなかったから負けたんだよ。めっちゃ言い訳してる。ひどくためしょげんとかめっちゃ言い訳してる。なんだこいつ。ケイガタリン腕立て伏せ1億回だ直角ヒゲみたいなスパルタいや、バンダムさんが死んだ後にバンダムみたいな精神を持ってる隊長がいるっていう、この辺はなんかうまいこと考えられてんのかな。そういえば劇場内で絆トークがあるって言ってたな。ちょっと見に行っとくか。そういえばイーラはもともとは世界を守るために戦ったっぽいねえ階層だったけど、なんで今は悪者になってるんだろうな。よいしょ、まだ見ぬ宝箱あったね探索がまだ十二分にできてなかったっていう証だ。おお、この上にもまた街が広がってんだな、スラム。なるほどね、ハイジャンプで。お、宝箱あんじゃん。お宝回収。トレジャーオープン。でも会場のスキルを持ってないとダメなのね。まあまあまあ、でも会場のスキルが手に入ったらここに来ればいいっていうのも分かったね。あ、ごめんなさい、本に夢中でバンダムのおじちゃんのことずっと考えちゃって。おじいちゃんにその時は本を読むといいって言われたからたくさん読んでるの。あー、そうだよな、気を落とすな、傭兵に死はつきものだ。バンダムは常に死を覚悟していた。もちろん奴の仲間のわしもな。だがイオンは違う。突然失ったことに動揺し深く悲しんでおる。彼女の悲しみはしばらく言えそうもないだろうな。ああ、いつかまた笑える日が、笑わせる最高の男になろう。で、ここに絆トークがあるんだよね。本日はお集まりいただきありがとうございますもどうしたトラ。インビディア列王国開戦すべきを上演いたしますも。戦争に対して思うことがあるのかな。おお、楽しみだな。観客はわしらだけかの。ニアはどこ行ったんじゃ聞いてられんってなったのかな。そう、いや、これ絶対出てくる劇に。ラゲルト女王、スペルビアと戦争を始めましょうやっぱり急な話だな、右大臣よめっちゃ棒読みだけどちゃんとやってくれるんだ優しい。お嬢様何感動してんだお前。いや、うまいぞやめろお前、その茶化し方だけは絶対にしたらダメ。うっさい、やりたくてやってんじゃないんだかわいすぎ。ほん、急ではありませんも。グーラがスペルビアに占領されてから徐々に準備をしてまいりましたも。ほう、では準備が整ったと。依然準備は進めていますが、
もうすぐにでも完了しますも。スペルビアはグーラ以外の国も征服しようとしていますも。なるほどね、これが戦争の理由なんだな。ちゃんとしたこれ以上の暴挙を許してはいけませんも。早々に開戦すべきですも。ふむ、そうだな、開戦しようか。待ってくださいですもん。お花、かわいい腕ブンブンして。何かな、左大臣。スペルビアのアルスは作物が育てられないほど不毛な大地になりつつありますもん。対して我々は豊かな大地ですもん。おう、グラーナも美味しいですもん。しばらく待つだけでスペルビア帝国は食糧難で滅びますもん。なるほどね、なるほど。いやいや、待っていたらグーラのような属国を増やされますも。奴らの属国が増えればさらに強大になりますも。それも一理ある。そうしたらスペルビアのアルスが滅んだとしてもスペルビア帝国を滅ぼすのは困難ですも。しかし焦る必要はないですも。なるほどな。彼らも全ての国民を救うだけの土地や食料はまだ揃えられていませんも。グーラだけではスペルビア帝国全国民を賄いきれないからですも。選別しそうだけどね、スペルビアなら。つまりスペルビアの弱体化を待ってからでも、あ、なるほど、遅くはないはずですも。選別されて人口が減ってからスペルビアを攻撃しようってことね。一理あるな。とはいえそれは今日明日じゃないはずですもん。そうだね、何年か先の話だろうな。数十年後かもしれないし数百年後って可能性がありますもん。スペルビア帝国は絶対に潰しておかないといけない存在ですもん。それは同意しますが今は待つ時ですもん。戦争のタイミングについて話し合ってんだね。戦争の準備は進行中ですがまだ万全とは言えないはずですもん。ハナ、可愛すぎるってちょっと。こうなれば女王どうするか決めてほしいですもん。いやー、そんな、私が決めるのか。そんな決定を、可愛いなにや。だって条約ですもん。そうだな。しばらく耐えよう。しばらく耐えよう。お二人ともセリフはどうした？ヒンビディア列王国開戦すべきの脚本はここで終わってるもん。なのでご清聴ありがとうございましたと。なんやそれ、どっち選んでもここで終わりやったんや。なるほど。子供たちにこの演劇を見てもらってヒンビディアがどうすべきかを考えてもらいたいんじゃな。なるほどな。なかなかうまい方法ですね。しっかり自主性に任せるんだ。子供たちの間でも意見が割れそうな難しい問題だな。そうだね。無理やり出演させられた上にこれで終わり。全然スッキリしないんだけど。なるほどな。インビディアはやっぱ独裁国家とかじゃないから洗脳とかもしないでちゃんと教えていくんだね、いろんなこと。いい国だな、インビディア。よし、じゃあフレースベルグに戻りますか。フレースベルグに戻る前にこいつはやっとこう、リベンジマッチ。よーし、オーバーキルチェインアタックフィニッシュ。よーし、名を冠する者の墓、ここに発掘があるけど地属性の力を持ってないからできない。よし、じゃあ戻りますか。思い残すことはない。ん、なんか来たことないところあんな、明確に。そうだな、ここ来たとこない。ランドマーク、ルージャの大爆風。いやー、なんか見たことないとこあんなって思ったら本当に見たことなかったわ。いや、まだまだだな俺探索。まだ奥があるな。なんだここは。ロケーション、竜の胃袋。いやー、村に戻るだけのはずが、まだ知らない街を探索することになるとはな。ここはアルスのお腹の中ってことか。肛門なのかなこれ。なるほどな。なんか別に物があるわけではないと。はいはいはい。
ダイビングスポットですよってことか。あれだな、忍耐力っていうとりあえずスキルが持ってるブレイドと出会いたいな、マジで。よいしょ。お、ガスツーレさん、お怪我はありませんか？花たちが来たからにはもう安心ですもん。追い打ちのフラミ、なーにやってんすか。倒しましたよ、ガストゥーレさん。大丈夫でしょうか？ああ、なんとか。せめてフレイスベルグ傭兵団の村へたどり着ければと思ったのだが、無茶はするもんじゃないな。ピロロが探して、なんと君たちも傭兵団なのか。助けてもらったついでだ、仕事を引き受けてもらえないか。任せて、私はアルツのことを研究している。そのために竜の胃袋にある竜人口を手に入れたいのだ。さっき言ったとこだね。竜人口があればアルツを懐かせることができるのでね。そうなんだ。以前来た時は難なく胃袋へ入れたのだが、今はどうしてか胃袋へ届く道が閉ざされていて入れないのだ。ほう、なるほど、そんなことがあるのか。胃袋に入れないって閉ざされてるってことなのかな。さっき俺入ったけどな。パラスだ、入れないように胃袋を閉じてるのか。なるほど。ちょっとレベル32って書いてあったよような気がするんだけど、気のせい。パラス、たらけるパラス、これってもしかして全部一斉にしか戦えない感じ。あー、勝てるわけなかったです。そう、レベル32が5体ってことは、レベル33とか4ぐらいレベルいるね、これは。バンダムさんが死んでもフレースベグ傭兵団はなくならない。私たちがバンダムさんの意思を継いでるからさ。おー、ユウさんとズオさんの話を聞くんだね。とりあえずここの宝箱回収。いいね。おー、こっちに行けるようになった。ロケーション知識の遺跡。なるほどね。で、ここには宝箱があると。頑張ります。古代文明の知識がいるか。道を塞ぐ樹木、ここをぶち開けていこう。いいね。ロケーション、ジメジメシメジの洞窟。あ、フロロいる。最近どう？食べ過ぎたもん。でもここは極楽浄土も。ここでぬくぬくとキノコをむさぼりつつ一生暮らしたいもん。なんだか冷たい視線を感じるもん。フォルティス商会旅のガイドへは、永住したい気持ちになっても次の場所へ行けって書いてあるもん。なので仕方なく次の場所へ行くもん。もちろん次はインビディアの首都フォンスマイムを目指すもん。じゃあご縁があったらよろしくですもん。あいつフォンスマイムに行くの？探さないかんや、また。ことと、耳寄り情報あるかな？なんだか最近、ジメジメしめじの収穫量が減ってる気がするもん。で、あんたたちどうしてここに入ってるもん？ごめん。ホトトが見つけた最高で至福で聖域の桃源郷とも呼べる場所だったのに、まあ全部なくなるわけじゃないから仲良く山分けするもん。レックス、来たっすか？はい。そんな顔すんなっす。おやすさんから自分に何かあった時、レックスに伝えてほしいと伝言、ことづてを預かってるっす。バンダムさんが俺に？まさか予感があって。そうかもしれないっすけど、そうじゃないと思うっす。傭兵ってのはいつどこで死ぬかわからない職業っす。後悔しないよう伝えたいことは出発前に必ず託しておくもんっすよ。よく聞くっす。レックス、お前にこの傭兵団を託す。マジか、フレースベルグ傭兵団を。あの、他には以上っす。俺に託すって冗談だろ。冗談じゃないっすよ。おやすさんらしい分かりやすいことづてじゃないっすか。分かりやすいけどさ、どうして俺なんかに。おやすさん、レックスのことを気に入ってたっす。それにこの傭兵団のみんなもお前のことが気に入ってるっす。まっすぐなだけじゃなく覚悟もあるし、それに希望も感じさせるっす。でもそれは俺だけの力だけじゃ。そうっすね。でもお前には期待させる何かがあるっす。みんなそう思ってるっす。レックス、おやすさんの位置を継いでくれないっすか。引き継ぐ、俺が。レックスが、バンダムさんの傭兵団は、必ず、幸せな傭兵団にしてみせる。よしよく言ったっす。さすが、おやすさんが見込んだ男っす。でも傭兵団って何をすればいいんだろう。バンダムさんからのことづては他にはないんだよな。あの一言だけっす。でももちろん、俺やゾウが協力するっす。いきなり傭兵団を運営するなんて荷が重いっすからね。レックスは大まかな指示をしてくれればいいっす。細かいところは俺たちがやるっすよ。あとは徐々に引き継いでいくっす。そっか、それならなんとかできそうかな。よーし、まずは傭兵団の説明っす。うちの傭兵団は国をまたいで各地から様々な任務を引き受けてるっす。
護衛や討伐、物資を集める任務、それに本当に賛成な任務もあるっす。ところでレックス、お前はブレイドを持て余しているんじゃないですか？もし持て余しているブレイドがいるなら、任務を受けてそのブレイドを派遣するっす。そうすればブレイドを経験積むうちレックスは報酬をもらえるっす。苦渋より実践数、まずは任務を一つ選んで受注して、そして、なるほど。持て余しているブレイド。傭兵団、これか。任務が追加されました。ほうほうほう。最初の任務。ほうほうほう。ここにブレイドを派遣することができる。あ、なるほどね。じゃあ天下と神明をちょっと派遣するか。了解だ。部隊長として務めよう。頑張れ。任務を遂行する。頼んだよ。部隊を派遣しました。あ、1分で終わるんだ。なるほどね。こうやって時間で終わるから定期的にやっていこうってことか。任務を終えるまで待とう。まあ、1分だしな。傭兵団が帰還したから報酬をもらうと。ほう。クリアしたんだ。おお。僕の成長は止められないっすよ。なるほどね。無事達成したみたいっすね。さすがレックスっす。傭兵団レベルが1になった。コンブレードの同調可能数が増えた。ほ？なるほど。同調可能数が増えた。コンブレードには上限があったのか。上田は任務を受け活躍するほど知名度が上がるっす。依頼の数や種類が増えるっすよ。それにお前が管理できるブレードの人数も増えるっす。なるほどね。いろんな街に行ってみろって言われたな。アバリティアやグーラ。確かにアバリティアとか一回も戻ってないもんな。ちょっと行ってみるか。紹介に戻ってからスペルビアを経由して鳳凰町が最短ルートだな。なるほどね。港に紹介の船が来ているかもしれんの。久しぶりのアバリティアだ。ただで乗れそうだね。行ってみよう。いや、ただより高いものはない。ここですか？サルベージャーならただで乗れるんだ。そうなんだ。ホムラたちのことも交渉してみるよ。まあ、ブレイドだしね、許されるでしょ。なるほどな。行こうか、懐かしのアバリティアに。